石野陽道の芸術、今日は絵を6枚ご紹介します。これ私の愛犬ゴロ、今年2月亡くなったそのゴロを描きました。ゴロが天国に登っていくと考えてもらってもいいし、ゴロが町の真ん中の空で遊んでいると考えていただいてもいいです。愛するゴロの絵です。愛犬ゴロの絵です。次はまあ何と言いましょうかな、テーマは決めていませんが、まあ人物では違いない。これ面白いと思うかどうか、普通の人はあんまりこんな絵は描かない、描かないから面白い、奇妙な絵ですね。愛嬌があると言うと愛嬌があるし、怖い言うと怖いです。次、これは花と壺という絵です。みんな点が、顔が、目がありますね。みんな見ている目があるという絵です。次、これは抽象画です。誰か見ているでもいいし、思いのままにでもいい。まあこんな絵はいろんな見方ができるから、皆さんのご判断にお任せします。次、これもまあ前と同じような絵で、皆さんのご判断にお任せします。失礼しました、反対側に写しています。ちょっと方向を変えますよ。こういう風な絵ですね。これもご判断に任せます。面白いかな、面白くないかな、どうかな。次、鉄橋の上を汽車が走っている、私と愛犬ゴロが乗っている。なんか空に変な飛行機が飛んでいる、変な船が海の上を走っている。あとはご想像に任せます。それでは今日は終わり。さようなら。